FM 大阪、株式会社 FM 大阪、FM 大阪、FM 大阪 CO、LTD は、大阪府を、放送対象地域として、FM、周波数変調による、超短波放送、ラジオ放送を行う、特定地上機関放送事業者である。略称はフモである、かつては公式略称として、フモが使用されていた時期もあった。通常表記は、FM 大阪、 もしくは、FM 大阪2008年3月までの表記は、FM 大阪 4FO。2017年4月1日から、OH、FMOH851FMO851 がステーションネームとして制定された番組内やホームページなどでも一貫してこの名称を使用しているが、一般的には周波数の箇所を省略した。 fmoh とだけ紹介されることが多い。ただし、不定期で日曜深夜から月曜未明の放送休止前後に行われる放送開始終了のアナウンスでは呼び出し名称の fm 大阪がアナウンスされている。東京 fm でいう fm 東京と同じような扱い。コールサインはジョブ fm。企業、団体は当時の名称。出店。 1989年の FM802JFL 開局以来、聴取率で802の後陣を廃することになる。そこで、平日の帯番組をリニューアルして、巻き返しを図る。キャッチコピー Easy851Easy は、地方一を採用し、FM802 に対抗し、さらには、在阪 AM 局、朝日放送ラジオ MBS、ラジオラジオ大阪から、 若年層のリスナーを奪うこととなる。特徴的な番組としては、学生をターゲットにした、早朝の、ミック宮川の ASA 連合、女性リスナーへ向けた、若宮亭氏のブレイクファストクラブや、ジャック851、帰宅時間に放送する梅田丸ビル内、タワーレコード梅田店から公開生放送、税、ランドシャッフル、金曜日午後の、カウントダウン関西トップ100、 洋楽専門、月目19が挙げられる。1990年代後半は一貫して、スペシャルウィーク、聴取率調査週間は、ヒットパレードとして展開した。新事業として、ラジオショッピング、ラジマート、DJ 養成スクール、FM 大阪 DJ アカデミーを立ち上げた。特に、DJ 養成スクールでは自局をはじめ、地方局の番組で活躍している DJ を多数。 排出している。選曲では FM802 が一切流さないアイドル、ジャニーズなどの楽曲を積極的に流したほか、ブレーク前から、シャランキューやジュィメリーを強くプッシュしていた。また、1990年代後半の声優ブームの時には、シーナ・ヘキルもプッシュしていた。こうして、802との差別化を図り、さらには、AM ム曲のシーンや番組を苦戦に追いやっている。 また、1989年度春季の編成で、それまで平日の放送は長年6時開始、翌朝3時45分終了。週末は終了時刻が変則だったものを、日曜深夜から月曜未明を除いて5時を1日の起点とした24時間放送に移した。大阪府を拠点とする FM ラジオ局では NHK 民放を通して初めての昼夜放送となった。 FM802 とは選曲の傾向や番組の色合いが大きく違っていたため、ある意味でリスナーの住み分けがあった。その例の一つが小室ファミリーの楽曲である。FM 大阪は早くから積極的に取り上げる一方、FM802 が小室楽曲の締め出しを決める。その直後は聴取率で8 0人に接近するが、首位の座を奪還するには至らなかった。 1990年代月曜日から木曜日の夕方に放送されていた J-POP 専門番組 J- ランドシャッフル内のミニ番組ブランドニューコマーでは DJ コート小室哲也が出演しまだ小室ブームが起こる前のプロデューサー黎明期にユーログルーブやアナス、王やケンゴなど多くの新曲を披露しリリース情報を積極的に伝えた FM802 の県庁や国内で数少ない独自路線を貫いているアルファーステーションの台頭に加え本社移転後に行った大改変以降聴取率の下落が顕著になるまた移転以前と比べて頻繁に番組編成を変更するようになり極めて厳しい状況に立たされる2006年度決算で売上高が前年度比18.4%の マイナス、純損失4億円で5期連続の赤字となった。事態打開を図るため、系列キー局の東京 FM へ、経営支援を要請した。結果、同社の関連会社である、ジャパン FM ネットワーク、JFNC からの経営支援を受けることとなり、前大社長をはじめとする常勤役員が総退陣。FM 大阪出身の JFNC 専務、原田久夫が新社長に就任した。 2007年8月から9月にかけて全曜日で放送していた早朝の生放送を廃止し朝の全国ネット番組のネットを開始。夜間ではこれまでネットされていなかった山田久志のラジアンリミテッド DX など JFNC からの供給番組の増加などが起こった。これにより2007年10月に FM 福岡に JFNK 地方局で 最も自社制作番組の多い FM ラジオ局の座を譲ることになった。その後、ある程度経営の安定化に成功したのか、2009年4月改編で平日早朝の自社制作隊番組が復活している。また、2009年2010年のキャッチコピーは、リンクユアネクスト直訳すると、隣人と繋がろうだった。逆に、在販 AM 各局に対しては、 年々優位さが増している。その要因として、FM802 の番組路線や、前日の選曲規制を経営するリスナーが少なくないことや、昼間時間帯に若年層をターゲットにした組編成にしていることが挙げられる。平日夜間は JFN ネット番組の比率は高まるものの、AM 局と比べると聴取率が安定している。若年層のシェアだけに限れば FM802、 開局後、MBS ヤングタウン、平日枠、ABC ミュージックパラダイスなど若者向けの番組が次々打ち切られ、平日夜間の番組路線の変動が激しいことなどから証明するように、在阪 AM 各局でのシェアは急激に低下している。2011年3月31日から4月1日にかけて特別番組、ウエスト・フォー・イースト、 パワーオブミュージックが放送された。2009年4月1日、ピースの放送が始まる。前述のように、経営がある、程度安定したことが原因とみられるが、これまでの、スカイフロム大阪、クロノスフロム大阪という、5時8時20分の JFNAA、B ラインのうち、東京ローカル部分のみの差し替え放送をやめ、再び、大阪ローカル番組の中に A ライン番組を、 内放させる構成となった。また、2010年秋には、スカッシュを立ち上げ、約4年ぶりに、平日の帯番組が5時スタートとなった。2011年5月には、平日は5時22時にかけて、自社制作中心の編成を行い、深夜4時台は依然として、ファイル配信番組で編成。平日深夜は、扉、2B 社マイナスを JFNC から放送し、 水曜は大阪製作だったが、扉の終了で再びネット受けを取りやめ、大阪ローカルに戻った。水曜日は扉を担当していたリオが続投していた。このほか、早朝20分間の全国ネット番組、ラブ・イン・アクションを制作したり、土曜の自社製作早朝ワイド、気分はバーディラッシュ、を岡山、香川、滋賀、徳島にネットするなど、 新規の番組販売も行った。また、週末を中心に、東京 FM 制作番組の大阪のみへのネット開始を行っている、後日。なお、2011年10月からは、土曜朝の番組である、サタスポ、は、大阪発全国放送となった一部地域の属、東京 FM では番組開始以来未ネットだったが、 2016年10月から2017年3月に6時6時55分で放送されていた。2012年3月をもってスカッシュが終了し、2012年4月から5時台は JFNC 制作のファイル配信番組、6時台は JFNB ラインのネットを受け、この時点では中西哲夫のクロノスが再開され、 平日早朝の自社制作隊番組が姿を消した。これにより、平日の自社隊番組のスタートは8時20分と、大幅に繰り下げられた。2014年4月より、朝のワイド番組、大阪モーニングビュー、金曜は、プリアスの放送開始時刻が6時に再度繰り上がり、中西哲夫のクロノスは、A ラインのみの放送となった。その後2016年4月より、朝のワイド番組、 グッドモーニング大阪の放送開始時刻を32サ度繰り下げ、月から秋に限り、中西哲夫のクロノスの B に A ラインの放送、B ラインネット受けの復活、一部差し替えあり。金曜の早見剣道のクロノスフライデーは A ラインのミネットとなったが、2017年4月より、開始の朝ワイド番組 OH マイモーニング851が3年前と、 同様6時スタートに繰り上がったため、同年3月をもって中西鉄尾のクロノスの B ラインネットが再度取りやめられるなど、短いスパンで B ラインのネット受けと取りやめが繰り返されている不安定な状況が伺える。BR。また、同時に平日深夜枠においても、2012年3月をもって大阪ローカルを取りやめ、2012年4月からはビッグスペシャルの ネット受けとなり、大幅に自社制作枠が減少している。なお、ビッグスペシャルは、本放送局のネット受け返し後より、扉時代と同様に、大阪制作の曜日が復活、2018年4月現在放送中の、ON The Planet も引き続き木曜放送分の制作を担当していい。さらに、 2012年4月に行われた FM 心の FM802 への事業上と後は、聴取率において厳しい状況に立たせられている。2013年4月度の関西圏ラジオ、聴取率調査では、FM 全局シェアで FM 心に抜かれ、初の3位に転落している。2017年4月1日より、本放送局の愛称を、FMOH へ解消することに伴って、 ラブフラップを除く月から、木曜の自社制作ワイド番組を刷新する改編を行い、朝ワイド番組開始を3年前と同じ6時スタートに戻し、新たな夕方ワイド番組枠、18時 -19、30を設置した。元社長の前田はじめは、日本電波塔、東京タワーや、南大阪新聞、現在の産経新聞の起源、関西テレビ、ラジオ、 大阪などを創業した大阪出身の実業家、前田久義の孫、ラジオ、大阪元、社長、日本電波ト元会長兼社長だった、前田富夫の子にあたる。富夫はもともとラジオ大阪の大株主であったが、2004年に読売新聞など、マスメディア集中排除原則の上限を超えて、放送局に出資していたとされる事例が多数、報道されたことを契機として、 総務省が一調査で、放送エリアの重なる当社の株式を20%保有していたことが発覚し、マスメディア集中排除原則に抵触。ラジオ大阪の株式は父、久吉が創業した産経新聞社に売却した。ちなみに、総務省電波利用ホームページでは、2005年の富吉居後も2009年9月1日時点では、名義はそのままとなっていたが、 FM 大阪は上場会社ではないため、株式を譲渡するときは名義を変更しなければならない。株権電子化は義務付けられていない。2010年10月1日現在では、富夫の弟の前田真、2007年6月から FM 東京社外取締役が社長を務め、日本電波等が20%を保有しており、この間に譲渡されたものと思われる。なお、 日本電波等はキス FM 神戸の運営を承継した兵庫 FM 放送にも19.2%出資している。本放送局の局名表記は開局から1999年3月までは FM 大阪であったが同年4月に FM 大阪に変更し新聞の番組表表記も FM 大阪になった。この当時の小文字ロゴは2018年4月現在も 本社が入居している港町リバープレイスで見ることができる。2008年4月1日から英文表記を大文字の FM 大阪に変更、新聞の表記などは FM 大阪に戻した。同時にステーションキャラクターであった犬のマスコット、ハチもその役目を終え。2017年4月1日から曲の愛称を FMOH、FMO、 に解消した。愛称ロゴは、FMOH の右上に、周波数を表す、851、左下に、OH、My Music、右下に、OH、My Radio、とそれぞれ小さく記載されている。驚き、発見、面白い、親近感、つながるという5つのメッセージを込めた、OH を解消のコンセプトに消えている。同日から、 新聞各紙の番組表やラジコの表記も FMOH に改められた。相性変更の背景には、ラジオを取り巻く環境が変わっていく中で、伝統が足かせになってしまった部分があったという、局内の危機意識があったとのことで、変更後3ヶ月経った時点で、リスナーや業界関係者からは、好意的な意見が多いという。5時を起点として、 日曜深夜を除き原則終夜放送を行っている。日曜深夜イコール月曜早朝も JFNC の箱番組やミュージックプールカウントダウン関西トップ40を編成することで原則終夜放送としていた。それでも不定期に休止ありが2017年4月の改編で2時5時に定期的なメンテナンスタイム原則としておおむね第4日曜日が多いが 複数週にまたぐ休止日も存在するが設けられることになった。本放送局では近年社会啓発に関するキャンペーンを多く行っている。ミュージックコースターなど中高生の聴取率が高い番組内でも積極的に啓発活動を行うため幅広い世代に伝えることができる。番組ホームページイベントを通してキャンペーンを行う。 自社制作対番組において、しばらく、ホームページ内のリクエストフォームからのみ受け付けていた、リクエストやメッセージだが、2013年10月、中旬から番組宛ての専用メールアドレスによる、受付再開された、番組内では、どちらの方法もアナウンスされている。紙のタイムテーブル、番組表は、旧愛称時代の2017年3月分までは、 毎月発行されていたが、相性を変更した翌4月分により3ヶ月ごとの発行に変更された。ちなみに入手方法だが、港町リバープレイス、本社や店頭での配布に限られ、郵送対応は一切行っていない。普段日曜も週夜放送を実施しているため、不定期に流れる、その場合2時15分に終了することが多い。社時は、 他の JFN 系列局にもネットしている番組。上記2番組は2017年3月までは、土曜26時30分 -27002、27ミッドナイトラジオダイスとして、各週放送。東京 FM 制作、本放送局制作、東京 FM 制作、アット FM 制作、本放送局制作、東京 FM 制作、東京 FM 制,制作、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。